ミクに手伝ってもらったんだけど。ちょっとチョコレート、今回は私一人で作ってみたよ。ねえねえ、早く食べてみて。ほらこれ。何言って、言わなくてもわかるでしょ。普通あれだよ、お菓子だよ。いいから黙ってもらって。武骨者が作ったものなどもらっても嬉しくないだろうが、それでも一生懸命作ったんだ。もらってくれると嬉しいのだが、これぞ私の自信作だ。遠慮なく受け取ってくれ。味見はしてないが、なんだその表情は。だから笑って俺のチョコを受け取ってくれ。少し形はいびつだけどな。こういうのは私には似合わねえけど、まあせっかく作ったんだ。このチョコをやるよ。言っとくが義理だからな。ほらよ、バレンタインチョコだ。もうはしゃぎすぎだバカ。チョコ、うん、一応用意してある。はい、これ今日はバレンタインでしょ。あなたへの親愛の気持ちよ。受け取ってくれるかしら。あなたには本当にいつも感謝しているわ。はい、チョコレート。改めて口に出すのはちょっと照れくさいわね。はい、これ。何言って、バレンタインのあれよ。まったく部下が多いと大変だわ。はい、これバレンタインのチョコレート、キリちゃんと二人で作った最高傑作。マリアも泣いて喜ぶ会心の出来。これあげる。じー、美味しくできてる。よかった。キリちゃん、ハッピーバレンタイン。私にチョコは作れないから買ったやつ。じゃじゃん、チョコレートで。調べた一緒に作ったから絶対絶対美味しいはずで。だからあなたに食べてほしいです。あ、はい、チョコです。これは調べのために作ったチョコの余りです。勘違いしちゃダメですよ。ハッピーバレンタイン。今流行りのスイーツ情報をインプットして流行に合わせた最先端のチョコを作ったですよ。ハッピーバレンタイン。今日は甘い一日を過ごすですよ。いやー、私あんまり料理しないからな、美味しくないかもしれないぞ。それでもこのチョコいるか。はい、バレンタインのチョコレート。どう、美味しい？よし、これなら響きも。あ、うん、なんでもないよ。毎年チョコレートだと響きは飽きちゃうかな。ねえ、今年は何をあげたらいいと思う？今日バレンタインって知ってました？それで、これよかったら受け取ってくれませんか？はい、バレンタインのチョコレートです。そんなに嬉しそうにしてもらえると作った甲斐があります。バレンタインデーだ、まさに青春って感じだな。よし、俺からもチョコをやろう。冗談だよ。翼さんがチョコレートを買っていたですって。一体誰に。これは調査が必要ですね。チョコレートを冷製、もとい作りました。せっかくなのでもらってくれると嬉しいです。今日は乙女のビッグイベント、バレンタイン。恋する乙女のパワーってすごいだから。何かしますか。バレンタインなどと全く理解できん風習だな。何を期待しているのか知らんが、お前にやるものなどないぞ。そわそわしているようだが、この俺から何かもらえるとでも思っているのか。めでたいやつだな。甘いものどうも。はい、どうぞ。何って、バレンタインチョコよ。
いつもお疲れ様。はい。手作りじゃないけど愛情だけは込めておいたから。3人で作って3人で交換して、今年も楽しいバレンタインですわ。はい。アニメキャラをデザインしたチョコレート、超大作よ。エルザちゃんには骨の形、ミラルクちゃんには羽の形のチョコを用意したわ。うちはね、コウモリの形のチョコ、かわいいぜ。チョコレート、受け取るであります。気持ちが伝えられず嘆く人間の声が聞こえる。やはりこの統合は必要不可欠である。
なんですと？ありがとう。はい。
ありがとう。ありがとう。なるほど。なるほど。うん。ありがとう。
あ、行くぞ。